はい、こんにちは。札幌占い病室ハイマガシのことです。今回は、結婚式を控えているということで、まず気になっているところってどこでしたっけ？毛量。そうですね、髪の量が多いので広がってしまうのと、広がるのと、前髪、前髪をちょっと作ろうかなと。前髪作る、はい。で、前はなんか結構スカスカになっちゃったこともあるんですもんね。そうだ、好きすぎると、もう頭が大きく、よりヘルメットみたいになっちゃうので、そこが、でも下ろしたいんですけど、癖もちょっとありますので、毛量の調整と広がり、あとツヤが欲しいなって。そうですよね、はい。結婚式の時に結構ライティングが当てられて、はい、カラーでツヤ感とか出せたらいいですよね。そうですね、髪質はいい感じはするんですけど、ちょっと確かに量は少しあるかなっていう気はしますね。で、当日はアップとダウンスタイルをやるんですね。そうですね、やりたいと思います。はい、1週間後にアップスタイルとダウンスタイルをするから、下ろした時もそれなりにスッと収まるようなラインを作りたいから、そこはテイクセニングでちょっとそぎを入れて、より小顔効果というか、よりこうドレスとマッチするようなラインをちょっとここで作っていきたいなと思います。この辺の量をね、ちょっとスッとさせて、毛先の量をこれ以上減らしちゃうと上が大きくなっちゃうので、毛先の量を取らないで量を取ってあげる方法があって、それで取ったら巻いた時も綺麗ですし、アップした時もいいんではないかなと思いますね。色は明るめの方が。そうですね、外でも撮るんですか？外でも撮ると思います。でも多分中が多いから。中が多いですか、はい。でもまあ暗くなっちゃうんですね、照明でね、結構ね。で、結構僕ちょっと詳しくわかんないですけど、照明とかね、レンジ色のライトとか、結構結婚式場とか多い気がするので、あんまりなんかブラウンっぽい色使うと赤っぽい色に見えてしまう反射で、そんな気がするので、はい、ちょっと赤みを消えた色にしておいた方が、写真撮った時にちょっと透け感が出ていい気がするので、それをまああんまり激しくない感じの自然なメッシュとかでやっていけたらいいかなと思いますね。はい、はい、ということで、カットとカラーをしていきたいと思いますね。はい、前髪結構切りますが大丈夫ですか？大丈夫です。ここって癖があるんですか？これはないですか？ここは多分そんなにつむじどこなのかな、多分ここか真ん中なんでと思うんですけど、はい、大丈夫ですか？大丈夫だと思います。わかりました、ではできます。お願いします。はい、ちょっと待ってね、はい、アップスタイルの時はね、多分どうでも上げれると思うんですよね。で、毛先の方の重さはもう減らさないで、ここがもっと下ろした時にキュッてなったところで、巻き髪がこうある方が絶対こうドレスの A ラインだったりとかがすごくバランスよく、一番良くないのがここの重さが、厚みがドンって出ちゃうと、後ろから見た時に頭が大きく見えちゃって、披露宴の時にあまりよく見えないっていうことなんですけど、極端に削ぐことによって髪質的に結構危ない髪質されてますよね。 そこでちょっとそこがまず危険なのかなっていうことで、ここでまずテイクセニングを入れていきたいと思います。今、ちょっと時間の関係もあって一回ウェットと思ったんですけど、かなりそれだけで30分ロスっちゃうので、このままいきます。で、まず毛量調節して、それから前髪を切ってって感じでいこうかなと思いますね。はい、大丈夫でしょうか。はい、前髪は結構切る感じになるかな。これちょっと長いですね、ちょっとシースルーにしようかなという感じで、結構重めでこういう風になるのは出がちなんで、ちょっと隙間感開けようかなと思います。はい、ではテイクセニング使います。テイクセニング使うときは手にオイルをちょっと塗った方がやりやすいので、ちょっとオイルを塗ります。
まず分け目のどこまで分け目を取るかっていう部分で、うん、決めたいと思いますけど、どこだろうかな、どうでしょう、この辺、この辺かな、これは自然かな、うん、自然いいですか、いいです、この自然な感じ、はい、はい、自然な感じで作ります、はい、でこんな感じ、今ちょっと跡がついちゃってるんですけれど大丈夫です、はい、ここで何使うかな、何でも切れるんですけど心配な人はセニングで行った方がいいかなと思います。 R2 セニングで、この R2 セニングってやつでちょっと切るんですけれども、安牌でいきたい場合は、ここは落ちる位置をまず決めて、この辺かなっていうちょっと長めぐらいに設定して、この最初の流れるところですね、ここを決めてそのまま横に流していきます。わかりますかね、ここで自分でくるって丸めて、前髪を切ります。でこんなで前髪は難しいんで、絶対アイロンかけてから雰囲気作ってから切った方がいいです。で本番はもうアイロン絶対式場の方入れると思うんで、アイロン入れちゃっていいです。でアイロン入れないと分かんないん でアイロン入れてどんな感じになるかなっていうイメージをしっかりこうつけた上で、ちょっと前髪結婚式で多分一番大切なんで、ここ外したらもう終了って感じですね。ここがですよね、結構怖くないですか、だからよくうちで切ろうなと思って前髪なんてもう信頼してる人に絶対切ったほうがそうです、でもめっちゃ怖いですね、口コミとかも見てすごい、そんなことあるんですけど前髪結構怖くないですか、一番重要前髪は重要っすね、印象が全然変わりますよね、まあ、普段だったらまだいいけども結婚式とかだとやっぱりかなりシビアになりますね、まあ、この美容師さん側もこう切るのもこういう風にちょっとデザインを作っていきながらやっていかないと本当怖い、わかります、こういう風にちょっと横にしますが、はい、今度は上から持ってきてここのラインを滑らせながら切っていきます。ただちょっと長めに切っといた方が絶対安心なので、短めはかなり危険で、ノーテンションですね、ノーテンションで切らないと丸さが出ないんですよ、結局直線になっちゃってつけた前髪になっちゃうんで、いかにノーテンションで柔らかく切っていくかっていうのがポイントなので、もう本当にノーテンションで切ることですね、こういう感じに切っていきます。で、よりも本当に慎重にやる場合はもっと少ない T2 セニングとかでもうより細かく毛先を、に R を R っていうかちょっと毛先のところをちょっとこう削っていきます、はい、1センチずつ削っていって毛が流れやすくちょっとしていきますね、うん、やっぱりなんか隙間が空いてる方が似合うと思うんですが、彼女の場合は結構それじゃなくても結構隙間が空きやすいんで、あんまり間引くとちょっとやばいなって感じがするんで、間引きすぎはちょっと危険ですね。なので、僕はこの T2 セニングを縦で引き出して間を間引くだけですね、これ分かりますかね、ちょっと縦に引き出して間をちょっとだけ、ね、間引くぐらいにしときます、こんな感じです、あんまり入れすぎると多分ちょっと危ないかなって気がするので、こんな程度かな、それでもう全然スタイルとしてはいけるんじゃないかなっていう気がするんで、このぐらいの間引きでいいかなっていう気がしますよ、そうですね、なんか雰囲気変わりましたよね、これぐらいだったらなんかいい感じですか、そうです、でこういう風にこう細かく説明してやっていかないと結構前髪は危ないので皆さん気をつけてカットしてください、本当は前髪命なんだ、前髪命ですよね、結婚式の一生わかります、うん
で多分ちょっと少し彼女の場合のちょっと重さの位置を下ろした方がより可愛くなりそうなんで、ここはあんまり上げすぎない方が似合うのかなって気がするんで、ワイ髪のエンドラインをちょっと下げて、ちょっと言ってる意味わかんないかもしれないですけど、このワイ髪のエンドラインがこのウェイトの長さを決めるんで、例えばここにするのかこの辺にするのかで結構変わってくるんですけど、彼女の場合はちょっと下ろした方が絶対似合うんで、この目の下ぐらいにつなげていきたいと思いますね。なので、ここは少し滑らしながらエンドラインをここでちょっと無理やり作っていくんですけども、このような感じでエンドラインを作ります。これによってどうなるかっていうと、少しここの位置が下がる、前髪がありながらここが下がるんで、小顔効果がより出るっていう感じです。